25 years. That's how long the career of Daigo the Beast Umehara spans. You know, the guy who did this? Yeah, that Daigo. 25 years is a long career for any professional competitor, but in esports? It's damn near impossible. We sat down with the legendary fighting game player to talk about the highlights of his journey, ranging from winning 286 matches in a row at the arcades, to EVO Moment 37, to back-to-back EVO wins in 2009 and 2010, and much, much more. プロゲーマーの梅原大吾です。主に、ストリートファイターをプレイしています。もう25年ぐらいのキャリアになります。Now, is this gonna be enough? Oh, it is! He has escaped! The last hit, and there is the stoic look of Daigo! のキャリアになります。まあ、自分が初めてそのストリートファイターをやったのは11歳なんで、まあ、25年どころじゃなくてもっと前なんですけど、28年、29年前ぐらいなんですけど、全国大会で初めて優勝したのが15歳とかそれぐらいで、10代の頃は特にたくさん勝ってたんですけど、日本っていうのは、まあ、日本だけじゃないかもしれないですけど、ゲームっていうのはあんまり良くないものって言ってやっちゃいけない、まあ、親とか学校からとか友達からも、まあ、良くない趣味だというふうに言われ続けてきたものだったんで、まあプロどころかそのプレイをしている堂々とプレイするっていうことすら難しいというそういう環境だったんで、まあプロになるなんてのはまあ夢のまた夢でしたし、まあ自分自身も一回まあそういったゲームの腕でなんとかこう自分の人生切り開けないだろうかっていう考えは捨てたというか一回諦めてますよね。それぐらい難しい状況でした。うん、まあ、ギャラリーも集まってきて、まあ、一つ面白いエピソードとしては、自分が、うん、やっぱりその、確かね、日曜日とか土曜日とか週末だったんで、そこそこお客さんがいたんですよね、当時。秋葉原のゲームセンターだったんですけど。で、もう一つが、はい、連勝数は289じゃなくて280。細かいあれは避けますけど、トイレや食事に行かなかったっていうのがまず一つ。あとは、実は最初の本当に1クレジット目、1クレジット目は負けてるんですよね。だから286勝1敗です。で、使用してたキャラクターはパイロンっていうキャラクター。使ってるキャラクターでずっと勝たなきゃいけないので、255連勝した時に、ちょうどその時通りかかった、当時のゲームっていうのは大体、255で数字が止まるんで、すげえカンストしてるよって、通りかかったギャラリーが言ってたのが面白かったし、実際、255連勝までしか表示はされなくて、まあお店が閉店になったんで、そこで終わりです。懐かしい。これ何回再生されてるんだ、これは。400万回、うん。有名な。いや、もう、何回も見てるから、どうってこともないですけど、うん、でもまあ、なんていうか、もう10年、20年近く前の出来事ですけど、まあ、これがあったから、うん、まあ、があると言っても過言じゃないのかなというような、まあ、試合というか、動画なんで。まあ、心情っていうか、まあ、やっぱ、もともと、まあ、このゲームに限ったことじゃないんですけど、ジャスティンってのは結構手堅いプレイヤーなんで、守りが堅いプレイヤーなんで、なかなかこう崩すのが大変だなっていう中で、どうやって、こう、勝とうかっていうのには困らされてたなっていうのはなんとなく覚えてますね。ただ、ま、唯一、ちょっとこれ、面白いなっていうことで、まあ、練習してたのが、チュンリーのあれなんですよ。砲翼戦っていうスーパーアーツ。だったんですよね。だから唯一ですよね。ああいう他のキャラクターのああいう何回も来る連続した攻撃っていうのは別にできないんですけど、チュンリーだけピンポイントで練習してたっていう
ことなんですよね、実はね。これがあるからいろんなことがこうなんかスムーズにいってるんだろうなとは思いますけど、実感はあんまりしないですけどね。ただまあ、なんかあることにこの、動画のことっていうのは言われますし、特にやっぱこれをやったそのね、場所であるアメリカが特にこれの試合をこう評価してくれてるような気がするんですけど、まあ、記念の動画ですよね。最初の年で参加人数が確か1000人とか1100人ぐらいいたんですよね。2009年のエボリューション。初めてその数字を聞いたときは、それまでエボリューションっていうのは参加人数が多くても300人とか、350人とか、400人行くことがなかったんで、確か。だからいきなり1100人っていうと、まあ、3倍から4倍ぐらいの人数だったんで、これはさすがに優勝は無理だろうなと。その規模の大会って出たことなかったんで。ただ、イベントで、まあ、優勝して、招待で行けたんで、まあ、とりあえず記念に行くかっていう感覚で最初の年は行きました。で、優勝することができて、まあ、自分でも驚いたし、嬉しかったですけど、で、翌年はプロになって、で、今年も勝つぞっていう目標を決めて、初めからプロ活動で取り組んでたんですけど、まあ、参加人数も1800人でさらに増えてて、より過酷なトーナメントではあったんですけど、ただ、取り組みとして、もう、1日本当に、15時間とか、18時間とか、そういうプレイ時間を最初の年はエボまでやってたので、その取り組みが良かったかどうかは別にして、かなりの熱意というか、気迫でやりましたね。で、その結果、2回勝つことができて、まあ、でももう1回あれをやれと言われても、かなり厳しいだろうなという。やっぱりプロ1年目の、その覚悟とやる気があったからこそできた取り組みだったなと思いますね。ジャスティンと当たるっていうことに対するプレッシャーというのは当時は多分そんなになくて、どっちかっていうと、なんか自分がそのまた格闘ゲーム戻ってきて、で結構時間が経ったにもかかわらずまたその大事な場面で当たる相手がジャスティンなのかっていうことで、なんか懐かしいような気持ちもありましたし、嬉しいような気持ちもありましたし、なんというか、自分のプレイをそのぶつけるのにふさわしい相手だなっていうのがあったので、まあプレッシャーとかそういうのはなかったですね。まだプロでもないですし、プレッシャーというよりかは、あ、ジャスティンとやるのか、なんかそれは楽しそうだなという、ワクワクするような気持ちの方が強かったと思います。まあ、それで、きっかけはだから出しませんかというのがきっかけでしたけど、やっぱ自分のこれまでのその人生っていうのはすごく変わった経歴だろうなというのは思っていたので、まあ、プロになるっていうタイミングで、どこかでそういう本、まあ、自助伝みたいなのが出せたらいいなっていうのはもともとありましたね。で、そこに来てオファーがあったんで、まあ、即答というか、はい、受け、やりますというふうに。ギネス、日本だと、小学校の図書室とかにギネスブックっていうのがあって、日本人にとってギネスブックってすごく、ギネスブックというかギネスっていうのはすごく価値のあるものなんですよね。で、子供の時にこんな本に載れるような人間になれたらいいなってぼんやりと思っていて、でまさかそれが自分の、まあ、ゲームというジャンルとはいえ、自分がそのギネスに認定されるっていうのは本当に想像もしなかったことだったので、まあ、長いプロ、生活の中でもかなり光栄というか、はい、そういうふうに思ったのは覚えてますね。すごく嬉しかったです。というか、その、まあ、ギネスとか、例えばその著書とかっていうふうに、こう、まあ、いただいた仕事っていうことで言えば、まあ、プロフェッショナルっていう、ドキュメンタリーの、有名なドキュメンタリー番組に出させていただいたっていうのは、まあ一つ光栄だなと思ってますけど、まあ、誇らしいっていうことで言うと、やっぱり自分がその、やってる、まあ、寄付だったりとか、そういうのは、そういうことができるようになったんだなと。まあやっぱ若い時、自分に余裕がない時はそういうことができなかったので、そこに、まあ人間的な部分であったりだとか、そういう社会的な部分であったりとか、そういうところの成長を感じれてるので、そこは誇らしいなと思ってます。